この占い、信じるか信じないかは、あなた次第です。やりすぎ、玉木のアメリカ大統領選について、検証するコーナーです。はい。今日のお題は、じゃん。もう民主党はバイデンを切り捨て、カマラ・ハリス氏を大統領にしようとしてるのかっていうことについて占おうと思います。基本的に1日2本動画アップしています。ぜひチャンネル登録お願いします。はい。で、2つ。お知らせ。1個目が回転寿司占いのオンライン講座を受付しておりますので、動画概要欄をぜひご覧ください。で、2個目。ですね、真冬の YouTuber 祭りっていうのに参加させていただくことになりまして、YouTuber の都市伝説の浦関さんっていう方が主催していて、で、私の番が12月19日の土曜日の21時からなんですね。で、そこで、風の時代になるよ。12月22日から風の時代になるけど、どんな時代になるのっていうのを語った動画、30分くらいのをプレミア公開したので、ぜひご覧になってください。で、翌日20日日曜日に後編をやります。これも30分くらい。で、これとは全く別に、19日の前日、18日の金曜日に、今まで占ったことがある、ちょっと有名な方とコラボしまして、その方とのコラボ動画をまた、これも夜にプレミア公開してたので、もう3日連続ですね。18、19、20って、私の夜プレミア公開の動画にぜひお付き合いください。そしてチャットとかで参加して、ね、一緒に楽しみましょうっていうことです。はい。で、どういうニュースかと言いますとね、これは路徳社です。路徳社のニュース、12月15日の夜のニュースで、まず、司法長官のこれ、バールさんでいいのかな ?BARR さんっていう方。読み方違ったら教えていただくか、バールさんでいいのが、本日正式に辞任したと。司法省の次の動きを大統領の支配下に置くために、トランプ大統領が、そのバールさんの次に、代理司法長官として、ジェフリー、ローズンさんと、その助手、リチャード、読めない、なんとかさんを任命した。各州は12月14日に選挙人投票を行い、選挙人の署名によって選挙結果が決定される。つまりこの日、司法省は不正選挙を行った州の署名入り証拠を手に入れることとなる。12月15日以降、司法省は一連の行動を始める。路徳の情報筋によると、バイデンと関係するいくつかの重要人物はすでに逮捕されている。はい。バールは旧ブッシュ政権の司法長官を務め、各方面が妥協した結果、トランプ内閣に再び就任し、その主な任務はロシア疑惑の調査を完了させることであった。司法省の焦点が、中国共産党を滅することね、滅強っていうのね、に移った今、バール自身の利益とも絡むため、自分自身の身分が適さないと判断したから辞めたそうです。で、代理司法長官となったローズンさんっていうのが、早くも就任初日からハンター・バイデンに24枚もの召喚状を出した。バールの辞任に合わせ、すべての左翼メディアが方向性を180度変え、ハンター・バイデンと中共の結託について報道し始めた。アメリカにいる方、どうなんでしょう本当？このことから民主党はジョー・バイデンを切り捨て、カマラ・ハリスを大統領候補に、しようとしていることが読み取れる。だが、カマラ・ハリスこそが、中共が隠し持っている狂気であるっていうのが、路徳社のニュースであります。まあ、ちなみに玉木は、別に誰が好き嫌いとか、誰にね、大統領になってほしい、なってほしくないみたいなのは、一切ございません。別に、バイデンがなろうとトランプがなろうと、それぞれいいことも悪いこともあるだろうし、うん、世界はそれなりに回るかなっていう人なので、別に、なんかね、これ占い始めてから、いや、玉木は右の人だって、こう言われたりさ、そう、なんかね、占う内容によって、その時々によって、玉木は左寄りだとか、何を言ってるみたいな、なんかね、そう、なんか中立なんて嘘だ、左だ、右だ、みたいな、占う内容によって、あれこれ言われるんだけど、いや、本当に私何にも、何にも、どっちも、何でもないんです。本当に思想とか、一切ない人で、うん、びっくりすることないんですよ。なので、先に言っとくは別に、まっさらな気持ちで占います。はい。じゃあ、民主党とバイデンの関係は今どうなっているのか。民主党が本当にバイデンを切り捨てようとしているのか。そして民主党とカマラ・ハリスの関係はどうなのか。で、これ中国って書こうと思う、どうしようかなって思ったけど、まあ中共って書きました。この前ご指摘があったので、中国じゃない、中共だってこう、なんか5人くらいから言われて。
それは分かってるんだよ。分かってるんだけど、中教中教っていうのが、なんかさ、嫌じゃん。なんか、いっぱい引っかかっ、なんかで引っかかったりさ、AI さんに引っかかったりさ、こいつやばいやつだみたいな引っかかったら嫌だなと思って、中国ってやんわりこう言ってたんだけど、まあいいや、中教とカマラ・ハリスの関係について、はい、占います。そうですよ。なんかこう、ゴリゴリ占いながらね、攻めた占いしながら、毎回毎回ビビってんですよ、私は。そうなんですよ。そんな、なんだろう。そう、なんの信念もない、ただの弱い人間なんで。これ、本当に大丈夫かよ、みたいなのを、いつも疑問に思いながらやってるからね、ビビってんですよ。はい。民主党とバイデンの関係は、バイデンがこっちで、民主党がこっちね。はい。ズバッと出ました。ほう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 。こっちがバイデン、こっちが民主党の気持ちとか状況。まず、過去からいきます。過去は民主党が悪魔のカードを背景に運命の輪の逆。誘惑、欲望が背景にあります。それを背景にして、不幸に足を突っ込んだというかね、不幸の始まり、アンラッキーみたいなことが過去にあって、この悪魔は何を指すのかな？ちょっと本当にわからない。誰か、詳しい人、この悪魔、誰？で、過去のバイデンは、審判の逆、これ何かを決意できないでいるとか、そういうのを背景に法王の逆なので、孤立してるんですね。協力者がいなくて孤立してるみたいな。なので、これを見る限り、バイデンと、民主党の過去はあんまり良くなさそうだよね。どっちもあんま良くなさそう。関係性としては。で、現在も民主党の方は釣り人なので、長期的に我慢忍耐してるん、ね、我慢してるんですけれども、バイデンさんみたいな感じで、バイデンの方も民主党に対して、こっちはこっちで不安で不安でしょうがないんですけれど、って思ってる。で、将来のバイデンは明るいんだな。太陽、節制を背景に太陽だから、民主党に対して明るい気持ちなんだけれど、民主党の方は、フール、新しい冒険に出る、新しいことを始める、チャレンジする、それを背景に世界の逆なので、未完成、中途半端に終わっちゃう、計画がなんか中途半端って頓挫しちゃうみたいな感じ。何が頓挫するんだよ。なんか詳しい人わからない。どういうこと？何が中途半端に終わるんだろう。で、二人、民主党とバイデンの縁はいいんです。女帝。あ、ね、また意味深だよね。これはカマラ・ハリス氏が間にいるご縁かもしれないしね。どういうことだろうね。どういう縁？縁としては、でも思いやり、優しさ、母性。なんかそんな感じで。別に悪い縁ではないかなって思うんだけれど、注意点にタワーが出たので、関係がいきなりぶっ壊れる可能性あるからね、注意してねっていうのは出てます。はい。すいません。なんか、読み方がもやもやってしてて、ごめんなさいね。もう、誰が何だかわかんないから。皆様の心の中でそれを今出したカードが、あ、これはこういう意味だな、みたいな、ちょっと解釈していただけると、補っていただけるととても幸いです。じゃあ、民主党とカマラ・ハリスの関係は？もう民主党がカマラ・ハリス氏を大統領にしようとしてるんじゃないかっていうのは本当なのかね。こっちがカマラ・ハリス氏で、こっちが民主党ね。はい。ズバッと出ました。ああ、確かにあり得るね。あり得る、あり得る。民主党から全部読んでいい？民主党の過去が、法王の逆を背景に太陽の逆。で、現在のところにも皇帝の逆が出てるんですよ。これはね、バイデンさんのことかね。バイデンさんが逆向きになってるみたいな。ちょっと王様が不在みたいな。王様の存在感薄いよね。それを背景に過去も暗いでしょ？で、今も、もう、なんかこれ、皇帝の逆が出ると、もうバイデンはいないんだ、みたいな、なんかそんなことすら、いないっていうか、なんか存在感として、影が超薄いのを感じて、で、将来のところに運命の輪を背景に、女教皇なんですよ。ラッキー、
幸運の波に乗って女教皇をトップに立てるみたいな、そんなことが感じられるなって思ったから、あ、全然カマラ・ハリス大統領になるのありえんなっていうのは思った。で、カマラ・ハリスさんの方は、そう、めっちゃ強いし考えてるんですよ。過去は審判の逆、決意をして不安が消え去った、月の逆ね。で、今は力なんですよ。めっちゃゴリゴリ民主党になんか言い寄ってそうですよね。これ女性が強いカードなんでしょ。ライオンを手なずけてるでしょ。これ手なずけてんのが多分カマラ・ハリスさんだと思うんですけれども、すごい強さを感じるなっていうのは。で、その時にこのバイデンさんがね、不在みたいな感じのこの対照的なカード。将来のカマラ・ハリスさんが、星の逆、絶望するのかな、何かが叶わなかった。それを背景に忍者、自分の行く先を考えるみたいなね、哲学者っぽいモードに入るんだけど、うん、なんか全体的にこの関係性としてはなんかいい感じかなって思って、でもご縁、二人、民主党とカマラ・ハリスの縁としては、釣り人なんですね。お互い長期的な忍耐、我慢、努力を強いられますみたいな。うん、お互いこう自己犠牲の精神がちょっと必要になるかなっていう縁で、どうしたらいいか対策がジャスティス、正義、対策なのか注意点なのか。正義はね、調和とバランスを司る女神様なんですけれども、これはね、時に人為的な厳しい判断をしまして、この刀持ってそれを振り下ろす時があるんですね。どうだろうなぁ、うん。バランス調和を大事にお互いしなさいねって言ってるのか、時に厳しい判断も必要だよって言ってるのか、優柔不断さに注意してねって、うん、お互いがお互いに対して、まあ、やるときはやっちまえよみたいな、そんな厳しさをちょっと感じたな。注意点対策に。はい。じゃあ、さっきの露徳者のニュース、まあ、どこまで本当かは知りません。私は全く存じ上げませんけれども、さっきのニュース見ると、中国共産党が、カマラ・ハリスこそが中国共産党が隠し持っている狂気であるっていうね。だから、本当にズブズブなのは、バイデンじゃなくて、カマラ・ハリスの方なんじゃないかっていうのをちょっと見てみますね。じゃあ、中国共産党と、カマラ・ハリス。じゃあ中国共産党、この辺の字幕、中共ってちょっと変な字にしとこうかな。うん。ね。なんか、まだ、うん。私の中で覚悟がね。うん。中共いうのはあんまりなんだなぁ。そう、怖いなぁと思って。中国共産党とカマラ・ハリスの関係。こっちがカマラ・ハリスで、こっちが中国共産党。ん？うん、そうね。はい。ズバッと出ました。あんまり良くなかったよ。そんなことないんじゃない？中国共産党が隠し持ってる最大の武器がカマラ・ハリスってことは、なさそう。ない。全体的に悪い。人間関係が壊れたり。しているし、縁も太陽の逆だし、ちょっとその部分は違うかなっていう感じがする。中国共産党、もう、現在から行こうか。現在のところに皇帝がいるんですよね、中国共産党。これはバイデンさんじゃないかな。さっき占った民主党とカマラ・ハリスの時は、うん、バイデンの存在感が薄かったけど、中国共産党としてはちょっと、バイデンにまだ頑張ってもらいたいみたいな存在感がドーンってあるし、将来のところに、中国共産党がカマラ・ハリスに絶望して、仲が悪くなるみたいな感じが出てるので、でしょ？で、カマラ・ハリスの方も過去に中国共産党とタワーの逆、関係の清算をしたとかね、うん、必要な崩壊、関係の清算、それを背景に女帝の逆だから、わがままさ、プライドの高さみたいな。なんかあんまり良くないカードは出てる。で、今そこから関係をやり直そうとしているんだけど、将来がまた月なので不安、迷い、混沌。関係性としては悪いですね。で、中国共産党とカマラ・ハリスの縁は太陽の逆なので、非常に良くない縁です。縁としては悪い。
で、どうしたらいいか対策注意点がフール。注意点として見ると、無知無計画、ね、変な気候とか、エキセントリックな技とか行動に注意してねだし、対策として見ると、新しく関係やり直した方がいいんじゃない？もしくはもう別の、カマラ・ハリスはもう別の権力なのかどっかに移動した方がいいんじゃない？中国共産党とはちょっとお別れして別のとこ行った方がいいんじゃない？みたいなそんな感じもするし。なので、カマラ・ハリスと中国共産党の関係はそんなに良くないかな。じゃあ、バイデンと中国共産党がやっぱり、こう、ズブズブでこう、関係がいいのか、縁の、どういう縁なのかみたいなのを一枚で見ますね。バイデンと中国共産党の縁は、はい、ズバリ、中国共産党とバイデンの縁は、女強行の逆な。また、なんかさ、この人を占うとき、女性っぽいカードがいっぱい出るんだよね。女強行の逆。このバイデンと中国共産党の縁もそんなに良くないんだわ。女強行の逆。冷静さを欠く、知性を欠く、感情的になっちゃうとかね、ヒステリックになっちゃう。対策不安。まあ不安がずっと続くかなっていう縁なので。じゃあ誰なんだろうね、中国共産党の、あ、隠し持っている本物の狂気は、みたいなのは。誰なのか、誰だと思いますか？教えてください。誰なんでしょう？アメリカにこう仕込んである最大の狂気は誰なんでしょうか？教えてください、コメント欄で。わからないので。はい、ということで今日はここまでにします。民主党はバイデンを切り捨てカマラ・ハリスを大統領にしようとしているっていうのを、そのアメリカ国内だけだとそれはね、イエスの気がする。だけど中国共産党の意思かって言われると、それは違うような気がします。はい。以上になります。じゃんけんいきます。たまきじゃんけん、じゃんけん。ほい。グーなのでパンの人の勝ちです。じゃあね、バイバーイ。